Hi, I'm Gogo Shinichi. 本日もですね、ソロキャンピングということで裏山に来てまーす。今日はね、もうね、快晴というかね、とても天気がね、良くて、もうここ最近の中では一番ね、天気がいいんじゃないかなと思います。もうね、青空でやっぱ気持ちいいですね。で、程よくね、ここの場所は風も抜けてですね、もうキャンプ地としては最高の場所になります。で、今回はですね、前回の動画に引き続きこちらですね、ソロティピー、ティピー型のね、テントをね、持ってきてますので、今日もこちらのテントで楽しんでいきたいと思います。でね、前回の動画でもコメント結構あったんですけどもね、かなりワイルドで独特な、なんか張り方ですねっていうコメントがあって、本当なんか我流というかね、僕流の張り方になるんですけどね、できるだけこうブッシュクラフト的な要素でね、木で吊るしたり、まあ今日はポールね、なんか自然の木でポールをセットして、まあやるやり方にしようかなと思っているんですけども、まあそれだけね、こちらのテントはシンプルな作りがゆえに、まあいろんなね、こうバリエーションも楽しめる、まあタープまではいきませんけどね、いろんな張り方ができるようなテントになっているかと思いますので、今日はね、存分にこちらのティピーテントを楽しんでいきたいと思います。今日もね、こちらね、貸し切り状態になります。空当たり前か、まあ、うちの裏山なんでね。で、こちらはね、まあうちの裏山ではちょっと高めにある場所で、まあ杉もね、杉の木だとかね、葉っぱね、焚き火用の薪も程よく集めれますし、あと竹が結構生えてるので、もうね、こんな採取してきましたけども、ティピーテントのね、ポールにこんだけあれば十分ですよね。程よい竹がありましたので、これを活用したいと思います。もうね、竹はね、ほんとね、すごい攻めてくる。こっち側がね、もう竹林になってて、徐々に攻めてきてるんですけども、まあね、今年もかなり切らないといけない。今3月の中旬で、これからね、タケノコのシーズンなんですよね。で、タケノコのシーズンの前に竹を1メートル切りでね、ブワーッとカットしていって、まあタケノコが生えた後にね、また余分なタケノコもそれをカットするっていう形で、結構竹林の管理も大変で、切っていかないとね、竹は結構強いので、まあ杉の木だとかね、あと栗の木だとかをね、より強いので枯らしてしまうので、間伐していかなくちゃいけない。で、杉の木もね、最近ようやくチェーンソーをね、使い出して、間伐も頑張ってやっています。まだね、動画にね、できるほどね、なんて言ったらいいんだろう、慣れてないんでね、お叱りじゃないけど、上手い人からお叱りを受けるかなという形で、まあでもマイペースに間伐作業ね、別に仕事じゃないんでね、安全第一でやっていきたいと思います。まあ森の管理は本当手間がかかるということで、はい。で、よし、まあね、おしゃべりキャンピングっていうことでね、僕の動画はね、なんかおしゃ、ほんとね、こんなに人から言うと結構しゃべりますねっていうことで、自分ではあまり自覚ないんだけどね、しゃべるのはまあ好きですまあ僕の動画はね、撮影もね、できるだけ綺麗に見えるように、テレビとかで見ても綺麗にできるように、一眼レフで綺麗に撮影するっていうのが一つあるんですけども、まあラジオ感覚でね、聞けるようにもね、ラジオ感覚で聞いてもらえるような形でもいいかなと思って、常に喋りながらキャンプをしていますまあカメラがね、回ってない時はね、黙々と作業はねしてますけどね、もうカメラ回ってない時でもずっと喋りっぱなしだったらもう危ない人ですからね。まあ喋ったり、ゆっくりのんびりしたりね、せっかくね、自然の中にね来てるんでね、こう木々だとかね、観察するっていうのもね、僕は時間としてはね、大切にしております。タープとかでもよくね、うまく張るコツなんですかって聞かれるんですけども、まあ最初からね、ピタッとね張る感じじゃなくて、ある程度遊びを
作った上で、まあ、あの立ち上げた後にあの微調整するっていうのがポイントかなと思います。一発ではねなかなかやっぱうまく決まらないので、ペグの位置とかもね設営後にね、まあ、微調整してしっかりと、まあ、こちらの場合であれば4点がしっかりとあの同じ力でこう引っ張り合ってるっていうような形が大事になります。よいしょ、これが入り口ね。はい、結構ガバッと開くんですよね。で高さどのぐらいになるんかな、これ一回中に。かなりアナログのやり方で、竹がね今こんな感じだった、こんな感じ、ここぐらいかな、ここぐらい、ちょっと余裕を持たせてこのぐらいで切ろうかな。できればね竹の場合はね節のところでね綺麗に切ってもらった方が強度はいいっていう形になりますが、ちょっと長めにここで一回切るか、節で。よいしょ。でノコギリを使うときはしっかりと手袋をしましょう。こう映ってんのかな。よいしょ。このぐらい。最近はねチェーンソーをね使う言い出して、なんかねノコギリも本当危ないんですけどもね、チェーンソーに比べたら断然こう使いやすくて安全な道具だなって最近思いました。これ自体がね結構軽いっていうのがいいんですよね。この間あのもうね杉の木ね、まあ20ぐらいになるのかな、25ぐらいの直径のやつね3本ぐらい一気にね倒しましたけどね、挟まっちゃったりとかね、あと杉はね比較的ねどちらに倒れるかっていうのが予測しやすいので、こう4点から眺めて、あこっちに倒れるからこっちを受け口にして切ろうっていうのは分かるんですけど、広葉樹はね結構広がってるんでかなり苦戦しました。挟まったりして、くさびとかもね一通り、まあ素人がね安全に切れるようにっていう形でいろいろ道具はした、ズボンも揃えたし、万全に安全にっていうことでやってます。こちらですね竹の長さを調整したんですけども、この切断面をね面取りって言って角をねこうやってナイフでね取っておきます。こうするとねかなり木自体がね裂けづらくなる、竹とか特にね裂けたりするので木のね裂け防止強度が少し増します。でこれは生木って言ってね切ったばかりですけども、これ自然乾燥してね焼き加工なんかする油抜きとかねとかも言ったりしますけど、焼き加工すればねかなりね強度があるものになります。軽いからねいい感じにこれポール作れたらね、これもう持って帰って家で保管してもいいかなとかって思います。両方ねちょっとね長さ調整するのにこっちはね節の方でちょうど切れてすごくいいんですけど、ここはね結構節からこの切断面が結構長いので、ここがね強度はねあまりね強くない形になります。でこっちも面取りしておきます。でティピーテントのね布もね傷めづらくなりますので、これはねちょっと面倒くさいかもしれないですけども、この一手間をね加えておくとだいぶいい感じになります。こんな感じですね。はい、完成です。はい、で今日ね使っているのはねナイフはこちらケラム社のプーコになります。北欧のやつね、フィンランド製になったかな。でちなみにそういえばこっちもね北欧のあの伝統的なトラディショナルなセーター、これかなり気に入ってるんだよね。やっぱこういう
なんかこれは木だからね、自然のものですけど、こういう自然のカラーがいいよね。この間あのキツツキね、あの撮影したんですけども、なんかキツツキのね、あの柄みたい、あのコゲラっていう種類のキツツキなんですけどね、あれこの間あの家帰って調べたらコゲラっていうあの種類で、ゲラっていうつくのがあれなのかな、あのキツツキの種類でいろいろいるみたいですけど、なんか野生動物の柄みたいな感じで自然に溶け込んでね、僕のあのキャンプスタイルがね、自然と調和するっていうのがね、テーマ、一つテーマなんでね、こういう色のものをねチョイスするっていうのが気に入っております。結構ねいい感じにピタッと晴れましたね。ピタッとねこう晴れるとね気持ちいいんですよね。で4点ペグダウンして、こちらが入り口でね、今日差しがねすごい当たってますが、でこうなってるんですよね。これが跳ね上げてる部分です。こちらにもね膜がねあるんですけども、こっちに巻き上げて、今日はね雨がね降らないので、まあここをねこういう感じでしなくてもいいかなと思ったんで、これはこれでかっこいいけどね、日陰ができてね、この中間のちょうど中間の部分にあのゴムのねループがありますので、こういうふうに折り返してます。で竹でもう一本あのセンターポールとこの跳ね上げの竹のポールをあのセットして、こちらロープワークで、こっちはあの木にねトラッカーズヒッチでピッとあの貼ってます。でこういう感じでね、であとはもう荷物をねいろいろ、よいしょ、まず刃物類は安全にこういう風にねしまってこう脇に置いて、ロープとバックパックを中に入れて、で座る場所ね、こちらマットをねセットしてますが、こんな感じでね、でこれをねだいたいこの3つ3つになるような形でこう折り返して、こういう感じで、あいいね、やっと落ち着きましたね。さあ今日はねもうね暖かくなってきましたんでね、まあ九州福岡の、まあ、3月中旬ぐらいになるとさすがにね徐々にこう春の兆しというかね暖かくなってくるかなという感じ。梅が咲いた時はまだやっぱ寒いっていう印象ですけどもね、あの桜の時期ぐらいになると九州も暖かくなるかな。でもね今ねこう日差しがねこうやってバーって当たってますけども、あのね雲にあの太陽が隠れたりするとちょっとやっぱまだちょっと肌寒いなっていう気もします。でこのねこの服っていうかこのセーターも本当気に入ってるんだよね。このこれが気に入ってるからね、あの今年ずっとこれねまだまだ着たいなと思うんだけどな、どこまでいけるかな。今の服装がねちょうどいいぐらい、もうね中が、ユニクロのヒートテックかな、厚手のものになるかな、極暖になるかな。でもう1枚でもうこれだからね。で下も、ヒートテック履いてこれね、で、これもユニクロのカーゴパンツになります。まああったかいかな、もうあの節制とかしてたら結構もう汗かくぐらいになります。よし、じゃあ乾杯しよう。それでは行きます。今日はキリンさんの喉越し生で行きたいと思います。第一に乾杯。自然よありがとう。はい、うん、酒のつまみはこちらになります。地だこ刺身ですね、宮崎県産のやつですね。で夜飯はねこちら、ステーキね買ってきましたんでね、ミスジのやつ、これもうまそうですよね。じゃーんっていう感じでニンニクのスパイスついてます。よし、これはね夜あの焚き火で焼こうと思います。で地だこのこれね
刺身がとにかく好きでね、今日イカにしようかなと思ったんですけどね、なんかねこれが珍しくタコのなんかこんなんがあったんでね、やろうかなと思います。なんかタレもついてきてますね。てか天気今日いいな、ビカビカだな。めっちゃうまそうな、このバックパックでね、綺麗にね、こうスーパーで見たらこう綺麗にね、あの並べられてたんですけど、 なんていうんだろうかね、あの綺麗に盛り合わせされてたんですけども、なんかやっぱバックパックで持ってきたらこうなりました。でポン酢で食べるみたいですね。ポン酢をもうドバドバってやって、うん、うわ、歯ごたえがあってめちゃくちゃうまい。うん、あーうめえ、これはバクバク食えますね。なんかイカよりもタコの方がやっぱりなんかなんだろうな、味が磯の香りが強いというかね、なんて言ったらいいのかな、コクがあるっていうか、うん、うまい。今日はね焚き火をしますので薪を集めていきたいと思います。でね、ついでにね、ノコギリな安全な使い方っていう形でちょっと紹介していきたいと思います。今ねこちらね、ちょうど杉の木が倒れてるですよね。もうこちら倒木、これはねもう自然に倒れたやつなんでね、もうだいぶ前にこれ倒れています。確か台風かなんかちょっと風が強い時に倒れたんじゃないかなと思いますね。結構乾燥してますのでこれかなり燃えると思います。でこちらが栗の木ね。で奥に大きな結構太い杉の木がありますので、今ねこれ竹がねこう攻めてきてこう引っかかったりしてるんですけども、本来であればこれは全部もうカットしていきたいかなと思います。もうね竹がかなり攻めてきてます。でね、あそう、ノコギリの使い方、まずは手袋ね、手袋をします。僕はね結構長年こちらのグリップスワニーの、手袋を使っています。これはね結構ね、あのいいところを先に言うと、しっかりそれなりにしっかりしてる、あとまあ薄い、程よくね、あの薄いので手にすごく馴染むっていう形。僕は M サイズ使ってますけどね、手はそんなに大きくない感じなんですけども、 M サイズを使っています。3サイズぐらいあるかと思いますので、まあ、実際に売られているところであの試着してもらった方がいいかなと思います。やっぱり手袋がね、刃物を使うとき手袋が一番重要で、あの手にねしっかりとこうフィットするものがいいんじゃないかなと思います。まあノコギリとかかなり切れますんでね、こう万が一こう切ったときに、まあこの厚み分助かるということですよね。例えばこれがなかったらもうゾッとしますよね、これが指にグッと当たったりしたら。ちなみに僕ノコギリであの何針か塗ってますかね、8針ぐらい塗りましたかね、親指で、親指一番怪我しますので、このねこの持ってる手の方あの怪我しますので、あの利き手と逆ということですね。ノコギリ今例えばこれもうちょっと切ってみますけど、あのこれをこういうふうにやった時のこちらの手ね、左手切りますので、これだけ注意してもらって、しっかりとやっぱりこのぐらいのねサイズのノコギリであれば、あのしっかりと持ってないとやっぱ切れないので、あの持っておくんですけども、こういうような形でね、まあ、よく僕カメレオンの手って言ってますけど、親指をこうしっかりしまうね、こういうふうに、こういうふうにしないっていうこと、こういうふうにしないでこうしまうっていうことで、しっかり持ってもらうといいかなと思います。ここがねあのキャンプの時の手位置なんですけども、こういうあぐらをかきながらこうねノコギリだとかを作業するの結構ちょっと危険なんですよね。ナイフとか手元でね、まあやる分だったら全然いいんですけども、ノコギリの場合ちょっと危ないので、こういう膝とか切ってしまうので縦膝がいいですね。まあこんな感じだとか、あとこういう感じ
で、なんか太めのね木があってこう乗せてね切るのがね一番こう安全かと思いますが、結構デコボコしてたりして、あのなかなか安定ができないときは膝に乗っけるっていうのがあります。膝に乗っけてこういう風に切ります。で、断面がね右側にある方がいいです。左手でこちらで押さえてこうですね。逆はね、例えばねこういう感じ、こうでこう切るのは NG です。なぜかというと、こう切るとねこう木がこう割れていきますので、あのノコギリが挟まりますんでね、あの重みで、なのでこういう状態、右足を立ててこういうような形で左手で持って先端っていう形、こっちが浮いてるような状態ですね。こっちがもう地面についてます。これで切るような感じ、はい、こんな感じで切っていきます。はい、こんな感じですね。で、導線に、体が来ないような感じ、あとまあこういうねあの道具だとかテントが来ないようにした方がいいかなと思います。まあ、最後切る時にね、最初はこうやってるんですけど、ちょっとずつね切り離す時がやっぱ危ないので、ちょっと緩めてゆっくりしながらこう切り離すっていう感じであればバツンっていくことがないので、そういう風にしてもらうといいかなと思います。で、あとまあ細かいこういう枝とかは足に乗せるっていう方法もあるんですよね。これをグーグーにしてそのまま足にこう乗っける。そうすると高さがね結構ねこのぐらい出ますんで、それで切るっていう、こういう小技もありますんで、焚き火の方がですね安定してきましたね。もうね太いね枝にもあの燃え移ってますので、このままもうほったらかしてもね当分火が消えるっていうことはないです。あとはね太い木をこう横にこう並べていってもらって、こうね乾燥しながら徐々にこう中に詰めていくような感じ。そうするとねもう順序よくね燃えやすくなるんですよね、やっぱり並べておくとねっていう感じです。で、この間隔調整で火力も調整していくっていう形で、今ホットサンドプレートありますので少し温めます。こういうような形ね、結構やっぱりね太い木がねこううまくね集められると安定してこういう風にね乗せれるのでいいかなと思います。うわいい音です。これはねうまいよ、相当分厚いもんね、絶対焦がしたくないですよ。いつもね撮影しよったら焦がすからね。おお、いい焼き加減。反対側どうだ。おお、いいね、グッズ。はい、肉が焼けましたよ。それでは食べたいと思います。ビールもね2本目を用意しといて、はい、万全の準備でね食べたいと思いますよ。まず焼き加減を見ていきましょう。3、2、1、オープン。うわいい感じ。さ、ガーリックの香りがめちゃくちゃいい感じですね。よし、これどうやって食べようかな。結構ボリュームあるな。はい、じゃあいきます。いただきます。うん、うまっ、うまっ。少しだけ中レアですけどね。うん、焼き加減もねちょうどいいな。うん、うまっ、柔らかっ。やーべー、うめー。だいぶ薄暗くなってきましたね。夕焼け、こっちが夕焼けみたいな感じになってますけども、完全に暗くなる前に寝床の準備とランタンのセッティングで、
今ねこちらオープンな状態になってるんですけども、どうしようかな、まあ、こういう状態ね。でこっちの膜があるのでこれを広げると完全にね閉めることができるんですけど、こうするとこんな感じでそこそこ広くて、フロクローズじゃないけど広くねできるという感じで、ちょっとだるんってなりますけどね。まあ今日は雨降る予定はないのでこれでもいいかな。やっぱりこれ閉めた方が断然中はあったかくなると思うのでこれでもいいかなと思います。でこっちをね倒してね完全にこのティピー型っていうか三角形の形にしてもいいんですけども、そうするとちょっと中が圧迫感があるのであえてこっちにした方がいいんじゃないかなと思います。こういう形でね中で今日は寝ようかなと考えております。この薄暗い感じの中で焚き火をね眺めるのが最高にいいですね。まあ僕のキャンプはこれが一番やりたいというかこれが一番のメインディッシュといいますか、楽しみになります。もうねあとはテントの中に入ってのんびり過ごそうかなと思うんですけども、焚き火もねかなりもういい感じなんで、まあ、お湯でも沸かして最後カップラーメンか温かいものかなんか飲んでね中に入ってねゆっくりしていきたいかなと考えております。いただきます。熱っ。もうね焚き火は置き火状態になってきたかなという感じで、このね中はすごい明るくて快適なんですよね。相変わらずここら辺すごいごちゃごちゃなってますが、このなんか LED のライトがねかなり明るいんで撮影の照明にも使えるみたいな感じで一石二鳥で買いました。これ重いけどね最近はもう気に入ってます。なんか僕はなんか持てるだけの荷物を持っていくっていうスタイルで、あんまりね軽量軽量っていうことにあんまりそこまでこだわってはないです。重すぎず軽すぎずみたいなねちょうどいいバランスをね自分の中で模索しながらやっています。で今日はねソロティピこちら2回目の使用なんですが、すごくやっぱりまあ、まず外観で言うとね見た目が結構かっこよくて、やっぱティピー型ってなんかね見た目がなんかかっこいいんですよね。すごくなんか昔ながらっていうかね、スナフキンテントっていうかねもうだいぶ昔からあるようなテントなんで、まあ、ドーム型はね一番機能的で快適だと思うんですけどね、まあ、軽量化だとか、まあ、登山だとかねいろいろなんかアフレッシブに攻める野営だとかであれば、まあまあ一番タープがいいかな。タープが一番軽くてどんな場所でも張れるからいいかなと思うんですけども、次にドームテントがなんか安定感があって、ティピーテントはちょっとこうね重たくなるっていう感じでね、なんかかさばるかなみたいな感じで、結構でかいですしね、やっぱりその床面積をでかくしないと結構この上の空間っていうかね、どうしても三角型ですから今も頭は当たってますけどねこんな感じで、まあちょっと上の空間の圧迫感があるかなっていう感じになります。で今日はもう寒いんでこれからはもう中にね
あのおこもりキャンプっていう形で完全にここチャックしてね、あの中に入ろうかなと思います。あとはもうね、あのもう完全に真っ暗なんで、ラジオでも楽しみながら、僕のまあ夜のルーティンは焚き火を眺めて、あとはもうタープだったりテントの中でねのんびりするっていうのがお決まりなんでね、あとはそんな感じでゆっくり過ごしたいと思います。今回の動画はここまでになります。それではまた。